So hello everyone. 女性性開花コーチのリンです。私はもう自分らしさの解放だったり悩みあーってこう思う不安とか恐れからの解放の方法アドバイスマインドセットについてこのチャンネルでは紹介しています。はい、今日のトピックは It's fucking fun。今回のトピックは恋愛上でブレない自分の作り方のアドバイスについて紹介します。恋愛上で会話をしているときに不愉快を感じてしまってうーってなって、それでなんか八つ当たりしてしまったり嫌な空気になってしまったり、めんどくさいじゃん。そういう次元からの解放、抜け出し方、防ぎ方っていうのを今回は実際やってもらいたいプラクティス、そしてこのプラクティスをすることによって起きるベネフィット、そしてこのプラクティスを成功させるためのマインドセット3つについて今日は紹介します。 Thank you! And このチャンネルが好きな方はぜひぜひサブスクライブしてくれると I am so so happy。 そしてもしね、友達で悩んでそうな人がいたり、または友達でもどんどん輝きたい人がいたら Send it to her。 もう送って送って、そしてコメントだったりライクしてくれて、つながりをどん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 みんなと感じれたらもう I am so happy。 Alright, so let's go。 恋愛上でのブレない自分、まず私がお話ししていきたいことは、なぜ今回この話についてやっていくか。それは実際私も、もうこのプラクティスを実践することによって恋愛上で無意味の喧嘩、無意味の嫌な空間がなくなって、すごい生きやすい、すごい、はあ、平安な恋愛を今しているので、この恋愛ができるのも、もうこういうツールとか自分を高めてきたからできたこと、だからこそそれを紹介していきたいし、今回実際私が生理になって、生理の時って普段より敏感じゃん。普段より何か言われたらはぁ、What the fuck とか思うことって多いと思うの。でも今回そういう敏感な時があっても全然 I'm okay、っていう状態だったから、このねライブをしています。実際何が起きたかっていうと、昨日車に乗ってて、車に夜乗ってたらいきなりバッタがね落ちたの、目の前に。でリンは驚いて、うわーみたいな、バッタがいる、ロイさんバッタみたいな、グラスハッパーってか驚いて、うわーってなったのね。そしたらパートナーがすごい冷静に言ったことが、そういう反応すると運転が危ないからやめてみたいな。でもその時はリンはそれの反応でムカーってしたので、このムカーっていうのは、みんなもこれメモして、自分の体感をまずメモできるようにしていこう。自分の体感は何だったか、何を感じたかっていう感情を分かるよりは体感でも、この体感はもうわーってボケイノ、火山のような感じ、上がっていくイメージで、感情は どんな感情は大切ではないんだけど、私はそこで感じたことはもう悲しさと怒りのもう混ざった状態で感じたので、 もしかしたらその状態から嫌味を 言ってしまう、ね、リンがいたかもしれない。でもそうではなくて、私はこれをしたの。嫌味を言う自分になるんで、なってもっと嫌な空間になるのではなくて、それを言われた時に、まずは間を置いて落ち着いた後に自分振り返り始めたのね。でこれはもう自分コーチだし、人にも教えてるし、自分にもやってるからこそすぐにどんどんできるようになってきてるの。でも私は昔はこんなにすぐにできなかった。実際何かが起きてその瞬間に振り返ることはできなかったから、私昔なんか最高レベルです。最高レベルのいる私は何をやったかっていうと、
魔法を置いてふわーって出てきて、じゃあ不愉快の感情を感じているっていうことはなぜだと思う？みんな不愉快な感情を感じてしまう理由は、相手が何か悪いことをしたのではなくて、相手の言動に対して自分の意味付けがネガティブだからこそ不愉快に感じてしまうの。 All right, loves, let's fucking write it down. ノートに書いてって。不愉快、自分が不愉快を感じたら、それは相手のせいではなくて、相手の言動に対して自分が不愉快の意味付けをしているから、自分が不愉快に感じる。だからこそ、これを知っているからこそ、自分聞いてみたの。Why? 私は何を信じているからこんな火山のような感情を感じたんだろうって。そしたら出てきた答え、相手が冷たい声で言って、とっても、ね、必要なことを言っていて、とても冷静でとってもいいことを言ったんだけど、私の中では私が何か悪いことをしたみたいな、悪いことをしたっていうのを言われてる感じがして、すごい違和感、もう不愉快に感じたので、それをじゃあそれが分かって、意味付けが分かった後に、やってもらいたいことは、それは絶対的な事実って自分にまず聞いて、それは絶対的な事実かっていうと、それは違うよね。相手は本当にドライブしていたから、危ないから私に伝えたこと、私が何か悪いから伝えてるんじゃなくて、危ないから伝えてる。いや、でこれで意味付け解放、もう自分わーって怒る必要なかったっていうことが分かったの。いや、じゃあ次何をやってもらいたいかっていうと、今度は相手に、パートナーにそれを伝えること。3つ目、パートナーに伝える。だからこそそれを感じたと私言ったの、彼に。 Hey, 私シェアしたいことがあるの。いや、あなたがこういうことを言った時に、あなたの立場も分かる、立場も分かる、今運転していて危ないから私に伝えてくれてありがとう、そして私の感情を伝えたい。その時何が起きたかっていうと、私の中では悪いことをしたっていうのを言われたと思った。この捉え方は間違っ、この捉え方は正しくないよねっていうのを聞いたの。そしたら of course 彼も正しくないよって言ってくれて、その空気上が、はあ、良くなったの。こんなに簡単になるの。いや、素敵じゃない？それ。あともう一つ、この前、一昨日かな、あったこと。彼もきっといろんなことがあって、しかもずっと雨で、あんまり彼話してなかったの、全然話してなくて、リンもなんか全然話してくれないし、相手にしてくれないから、逆に私は何か私悪いことをしたのではないかと思ったのね。なんか相手の機嫌を悪くしてしまったんではないか。でずっと私は食べる時にずっと沈黙だったから、何か悪いことしたのかな、何か悪いのかな、悪いことしたのかなと思って不安に感じてたの。で最後に私は彼に、 Hey、クリアフィケーション、ちょっとクリアしたいことがあるんだけど、明確にしたいことがあるんだけど、時間あるって聞いて、いや聞いて、相手もいいよって言ってくれて、 OK、 ずっと沈黙で、私何か悪いことした、それを確認したいって言ったの、それをクリアしたいって言ったの。そしたら彼は、え、そんなことずっと思ってたのみたいな、僕はただ話したくないから、話したくないから 話さなかっただけだよみたいな。でそれでハグして終わりになったの。いや、こんなに簡単にできるんだよ。でももしこういうダイレクトなコミュニケーションをしてなければ、嫌な空間になったかもしれないよね。だからこそ、それがベネフィット。ベネフィットは恋愛
ない状態、ぶれない自分になるための今度はマインドセット、いやマインドセット、パート1では私話したことっていうのは何だったっけ、みんな何だったっけ、パート1で話したことはやること、それは振り返ることだよね。不愉快感じたらそれは自分が意味付けをして、で不愉快な意味付けをしているからこそ不愉快になってしまう。いや、だからこそそういうことが起きたらどんな意味付けをしているかっていうのをまず自分に対して振り返ってみて、そして自分にそれは絶対的な事実って聞いて、そして3つ目は相手に確認する、それをお話ししました。で今回はパート2でお話ししていくことはマインドセットね。このマインドセットがないと絶対このプラクティスやってもできないの。まず一つ、マインドセット、相手が成長する意欲がない人、相手が内観しない人、いや相手が自分なんか責めるエネルギーとか被害者モードになってしまうとか、そういう人と付き合っているのであれば、これをプラクティスをどれだけやってもできない。だからこそ人をどんどん選んでもらいたいの。自分の人の選び方がうまくな健全的ではなかったら、どれだけツールを今後学んでもできない。ずっと辛いだけ。これ共感できる人いる？111って書いてん。もうこれは辛いこと。あなたの選び、相手が悪い、なんで相手がわからないのとか、相手なんで私のこと分かってもらえないのとか、悩み続けるのであれば、自分にこれを聞こう。なぜ私はこの人を選んでるのって。相手が悪いのではなくて、または自分が我慢しきれてないのではなくて、自分の人間の選びが悪いの。人間の選びが、パートナーの選びが健全的でないの。自分のなんか相手が自分とのなんか自分自身と向き合いたいない、向き合えることができない人は一緒にいても辛いだけ。だからこそ私はもうそういう人とは別れるべき。別れた方が生きやすいから。自分がこの人と一緒にいて幸せではないとか、もうなんだろう、自分の人生の中で 100% じゃ幸せであったら、この人はあなたにどれぐらいの幸せを与えることができてる、またはこの恋愛でお互いにどれぐらい幸せを与えることができてる。喧嘩が多いのであれば、そして相手が向き合いを全然しないのであれば、もう別れていこう。なぜ私これを言えるかっていうと、前の彼はそうだったから。私コーチでいろんなツールを知っているけれども、どれだけツールを私が活用しても、もし相手がこう責めてしまうとか、お前のせいだとか、なんか暴言を言うのであれば、どれだけ私が一生懸命こちらで頑張っても、もうね、無理なんだよ。ある意味思ってもらいたいのは、この人はあなたの幸せを深めてくれるために存在してるの。幸せを深めるためにはバウンダリーが必要なんだよ。わかる？自分の幸せを保てるためのバウンダリーが必要なの。暴言を言う人、または暴力を振る人、または暴言って言うと大げさに感じるかもしれないけど、例えばなんでできないのとか、闇を言う人とか、あなたのせいだよとか、なんかえっと思うことを言う人、それも暴言の一つだからね。私はそれ知らなかったの。
親が そういう感じだったから許してしまったの。でそんな時に私の友達が言ってくれたことが、 Lynn You have to be a bitch、 ビッチにならないといけないよって。ビッチっていうのはなんか嫌な女、いや彼女が言ったのは I'm not sweet but I'm kind、 私はスウィート、甘くはない、なんかスウィートに優しくはないけど私は優しい人だよって。こういうエネルギーが必要なの。優しい女の子、良い子にずっとなっているとダメだよ。自分をちゃんと持たなきゃいけない。で私はこの時にいろんな支えがあったりコーチがいたからこそその関係から抜け出すことができて、そして今素晴らしい人といるの。だからもしかしたらみんなも同じことへ悩んでいて、相手は分かってくれない人、内観できない人がいるのであれば、そして今私のこのビデオを見てるのであれば、もうもしかしたら宇宙から別れなさいって言ってるのかもしれないよ。 OK、 じゃあそれがマインドセット一つね。人を選ぶこと、人を健全的に選んでないとこのプラクティスはどれだけ自分が頑張っても難しいです。そして2番目のマインドセット、ちょっと待って。そしてマインドセットに、このじゃあ恋愛上での平安っていうのは自分の内なる男性性を鍛えていかなきゃいけないの、わかる？積極的に生きていないと、そして意識的に生きてないと難しいんだよね。ずっと誰かがこの状態を助けてくれるかなって待ってると誰も助けてくれないから、だからこそ自分が積極的に内観していくこと、内なる男性性を呼び起こして、この内なる男性性はね、私の講座で教えているのはこれは自分自身の最高のパートナーね。自分自身の最高のパートナーに自分がなるの。いやで、この最高のパートナーが守ってくれるってイメージわかる？例えば何か言われました、不愉快なこと。でその時に、あー辛かったねって、いやー辛かったね、でもここでなんかバーバーバーって言ったら言い合いになっちゃうよねって。だからこそ一番ベストな選択を一緒に作っていこうっていう内なる男性性を呼び起こすこと、もうこれはトレーニングだよね。でもっとこのトレーニングを深めたかったら私の1対1の講座をもうおすすめします。いやバンバンやっていこう、練習していこう。でだからこそ内なる男性性が自分の平安を作ってくれる。だからもし自分の人生で生きにくい、いや生きにくいとか嫌な空気が多いとか辛いとかあったら、辛いわーどうしようんじゃなくて、じゃあ辛いね、現状はこれだね、じゃあ私はどういうスキルが今必要なんだろう、どういう新しい見解が必要なんだろう、どういう新しいマインドセットだったり習慣を作ることによって私はもっと健全的になれるのかな、じゃあそのために私は何を学ぶ必要があるんだろう、どんなサポートが必要なんだろうって考えていくことが必要なの。自分のマインドセット、問題を作ってしまうマインドセットで問題を解決しようと思ってもそれは難しいよね。これアルバート・アインシュタインも言っていたよね。アインシュタインも言ってたんだよ。
問題を作ってしまう意識もマインドセットで問題を解決できることはできない。ある意味新しい次元からの発想、もう解決した人たちのマインドセットだったり習慣を自分が取り入れることによってどん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 辛さから解放することができるの。これは時間が解決するのではなくて、知識、そしてその知識の実践、自分の行動、自分の意思によってどん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 新たな次元へ歩むことができるの。いや、そう、マインドセット、それが2つ目。そして3つ目は、あ、結構ねクライアントでも多いんだけど、でもじゃあ私が聞いてでも本当は違ったらどうしようみたいなあの、覚えてる、このこれは確認して、確認したけど相手が相手の答えを信頼することができない。相手は大丈夫だよって言ったけど、本当に大丈夫かなって思ってしまう自分。もうね、これ私のクライアントでもいるの、いたの。ここでやっていかなきゃいけないのは相手を信じること。でどうやって相手を信じることができるかっていうと、それは自分自身が嘘をつかないこと。自分自身が嘘をついているからこそ相手の答え、相手が答えてもそれは本当かなって疑ってしまうの。でももし自分自身が嘘をつかないようになっていけば、それはどん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 相手のことを信頼することができるようになっていけるよね。だからこそみんなにやってもらいたいことは、この3つのマインドセットを取り入れることによって、そしてこのパート1で紹介したことを取り入れることによって、どん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 この辛さから解放して、恋愛上でのブレない自分をどん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 作っていこう。そしてじゃあこういうブレない自分、自分不安からの解放、自分らしさを解放したい、したい、でも一人ではできない、何かガイドが欲しい、ガイドがあれば私できると思う、そういう人は私にまずは来て相談して、そしてあなたの悩み一つ一つを解決していきます。相談してもらって、じゃあそこからガイドしていくから、それで宿題があって、自分の人生にどん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 学んだツールだったり、気づいた気づきを実践することによってどん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 人生が変わっていくから、で変わっていくと新しい次元を歩むことができて、新しい人間関係だったり新しい生き方、そうなっていくとどん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 楽しいから、どん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 進化していきたい人は私に連絡してください。 I love you so much! じゃあね。